福田の右が当たった。芸人さんみたいな感じかなっていう使用試合が多分多い選手だと思うんで、僕が面白くしてあげるから当日は任せてくださいって感じです。がっかりでした。帰ったらお寿司よと言われて、台所にあったのはちらし寿司でした。大好きな母の頬をビンタしました。僕はがっかりすると何しでかすか分かりません。まあみんな強いんで、だからグランプリやるわけじゃないですか。シンプルにもう優勝しか狙ってないんで、まあ俺は待ってるから気を引き締めて、ね、待ってるよ。一言だったので自分が出るって思ってなかったんで、最初もちろん出るからにはオールフィニッシュで優勝します。必ず一本KO を仕留めるので覚悟しておいてください。15人みんなとやりたい。もうワクワクしてるし、いい試合ができたらいいなと。ヒリヒリできたらいいっす。ヒリヒリ、はい、よろしくお頼み申します。お願いしますね。一緒にヒリヒリしましょう。ずっとやりたかった相手が一人ですね。福田選手がちょうど最後の一枠9月で当てたんで、ラッキーと思って、他の3試合より一番面白い試合しましょう。日本最強決定戦みたいなイメージで臨もうかなと思ってます。全部一本が KO 優勝します。次です。選ばれるためにやってきたんで、どうせ出るならライジン狩りしようかな。ライジンファイター狩りを自分の試合研究するとやっぱり使用試合ばっかりなので、まあ塩漬けにされないように覚悟しておいてください。苦しそうな表情、はい、あーっとタップアウト。そして4対1をもちまして勝者4対1をもちまして